逆っていう形作るのが面白いかもしれない。そうですね。そうそうそう、まずは長嶋さんが目指していただいて、私がみんなで目指す、道を作ってください。朝一、ね、から何かで食べてきたよ、ちょっとそうですね。さあさあ、そんな長嶋さん、昨日の疲れどうしてでしょうか。昨日ヤクルト対巨人戦で始球式を務めさせていただきました。いや、緊張しました。さあ、そんな長嶋の初始球式どうなったのか、ある人にピッチングを教えていただいたということで、早速見ていきたいと思います。神宮球場来ちゃいなよ。本当に言ってるんですか。そう、桜に昨日言われたんですね。楽しみは受けたんですかね。そして谷重元信さんから投球のコツを教えていただいたということなんですよね。本当に明確に、あの練習から結構飛んでたんですね。はい、緊張します、頑張れ。さあ、そしていざ本番へ、はい、緊張の面持ちでマウンドに向かう長嶋アナ、果たしてその投球はどうでしょう。ですよね、豪快に投げたボール、ノーバウンドでキャッチャーのミットへ。さあ、長嶋花、はい、始球式いかがでしたか。いや、もうなんとかノーバウンドで投げられたっていうところがもう一安心です。さすがお父様ゆずりの、その、まあ、この運動神経というところかもしれませんけど、運動神経ない方なんですけどね。普通でもね、ノーバウンドいかないですし、はい、本当ですか。見てたら、あの足をパッて上げた投げ方、ちょっとあの村田兆治さんのまさかり投法を、ね、思い出せる。素晴らしい。あの無観客試合、昨日から始まってるんですけど、はい、巨人の選手も、そしてヤクルトの選手も、また監督方もこう優しい笑顔で見守ってくださって、本当に嬉しかったです。いや、それ長岡さんも優しく見守ってますよ。長岡さん、どうでしたか。丸いものを見ると、東都心が後のかなって。そんなことないですけどね。はい、でもね、谷重さんにも教えていただき、本当に贅沢な時間を過ごさせてもらいました。いや、もう試合がヤクルト、残念ながら負けましたけれども、そうなんですよね。まだまだ、あの2位ですか、今。はい、11対14で、昨日は巨人が勝利しています。はい、今日期待したいと思います。はい、さあ、そしてこちら。